以前と同じ景色じゃないか。何の違いがあるんだ。はーい、こんにちは。お前はエリシア？あら、私たち初対面よね。でもあなたは私のことをよく知ってるみたい。さてはメイにいろいろ聞いたんでしょう。うん、わかるわよ。だって私もあなたのことをずっと見てたもの、ナターシャ。それは光栄だ。私のことなんて興味がないと思ってたよ。何せ試練を受けた時はあの4人、いや5人の英傑にしか会えなかったからな。もうそのことを気にしてるの？それはちょっと、ほんのちょっと、本当にほんのちょっとだけ誤解があったのよ。フードに関する誤解だな。ほら、誤解が解けたらすぐにあなたの前に現れたでしょ。私だって自分のミスを必死にカバーしようとしてるのよ。あなたはメイや私と同じように優しくて美しくて可愛い女の子だから、私のことを許してね。いいでしょ。ありがとう。そう言ってくれると思ってたわ。じゃあ、私の気持ちが伝わるように心を込めてあなたに祝福をあげるわ。もちろん拒否しないわよね。私の気持ちは心地いいでしょう。生まれ変わったような気がしない？これは記念すべき出会い。私たちの関係がもっと深まるように、これらの祝福にはそういう気持ちが込められてるの。ほら、あなたとメイ、私とメイはすごく仲良しでしょ。だったら私たちもすごく仲のいい友達になれるわよね。時間はまだまだたくさんあるわ。ゆっくりお互いのことを知っていきましょう。消えた。エリシア、本当に不思議なやつだな。だが彼女は楽園の異常とは関係がなさそうだ。
けるんだな。やっ、自分の道を選んだからにはどんな代価を払おうとも最後まで歩かなければならない。僕はメビウスとは違う。自分の意志を君に押し付けるつもりはない。ただ救世に他の方法はない。今のところ全て正常だが、さすがに無駄足ってことはないよな。あなたに協力できることは限られていますが、最善を尽くします。それが私の唯一の使命ですから。このロゴはフェリスの店か。ここは相変わらず何も変わってないな。壊れた木彫りの人形、ワインの線、葉っぱ、半分だけの試験管、それらのものが金や銀の中に混ざってるところも全然変わってない。当時はこれらの変わった商品があったおかげで、あの仮面をかぶった男をなんとか振り切って奴の祭祀場から逃げ切れた。今の状況に役立ちそうなものはないか見てみようか。おや？ネックレス。純度は悪くない。これは、あ、誰だ？猫？厄介なことになったな。小動物の相手をするのは苦手だ。お前、いい子だから、そのネックレスを渡してくれないか？な。
早く来ないと。こっちも本気を出すぞ。うん。まったく、私は何をしてるんだ。どうしてここに猫がいるんだ。いや、こいつ本当に猫なのか。まさかこいつ、クラインが言ってたエラーと関係があったりするのか。私をどこかに案内しようとしてるみたいだ。いいだろう、言ってやろうじゃないか。わかった。そのネックレスが欲しいならついてこい。そういう意味だな。こいつ、見た目は丸いくせに機敏に動けるんだな。私の推測が正しければついていけばいいはずだ。ここなのか、お前。全部を始めようか。それ。肉体は所詮思想の枷に過ぎない。それを破ったらもっと広い世界、そして無限の可能性が見えるわ。今度はこっちか。律者を倒すことは英傑たちにとって難しいことではないが、それを目標とした後継者はみんな失敗した。君がそうならないことを祈っている。こいつは私を異常の隅に案内しようとしているみたいだな。どういうことだ。誰がスイッチを切った。あの猫、いなくなってる。結局、ここに来てしまったの。見知らぬ旅人。誰だ？くっ！何？
あなたがこの楽園に変化をもたらしたの？声が直接頭の中に入ってくる。あなたは私が待っている相手ではない。あの扉の奥に誰かが。クラインの言ってた異常はここか。だけど触れられる、彼女とあなたに絡みつく運命の糸。今はまだ早すぎるかもしれないけど、いつかあなたは彼女をこの聖堂のもとへ、彼女を私の前に連れてく。